いつものプライオショッピングチャンネルをご覧いただき、誠にありがとうございます。今回は1999年式、日産スカイライン GT-R を紹介させていただきます。まず、お車の状態ですが、フロントに下すり、ボンネット複数箇所に飛び石、右ドアエッジ、 左右ドア。右サイドスカート。すべてのアルミホールに傷がございます。走行距離に関しましては、実走行約6万キロとなっております。外装色はホワイト。インテリアはブラックファブリックが採用されております。今もなお、根強い人気を誇る、R34 型の スカイライン GT-R でございます。こちらのお車に関しましては、名機 RB26 エンジンとアテーサ ETS の組み合わせにより、今も語り継がれる伝説のお車でございます。また、ニスモ Z チューンタイプのフロントバンパーや、ニスモサイドスカート、ニスモリアアンダースポイラー、レイズ製のアルミホールをはじめ、 数多くのスポーティーなオプション装備が、ふんだんに施された一台となっております。エンジンスペックに関しましては、2.6リッター、直列6気筒のツインターボエンジンが搭載されており、最高出力は280馬力でございます。ヘッドライトに関しましては、キセノンが採用されております。また、足元に関しましては、レイズ製ポルクレーシング TE37、 18インチのアルミホイルと、ブレンボ製のケリパーが装備されておりますので、制動力に優れた一台となっております。合わせてトランクスペースの紹介です。トランクに関しましては手動での開閉となります。スポーツカーのお車ではございますが、十分な広さが確保された一台です。スーツケースに関しましても収納することが可能となっております。 続きましてインテリア紹介させていただきます。インテリアに関しましてはブラックファブリックシートが採用されております。運転席、助手席、若干ではございますが、使用感がございます。ステアリングに関しましては3本スポークの桃モモステアリングが装備されております。またナビゲーションにはケンウッド製、ハードディスクナビゲーションが装備されており、こちらは地デジの主張も可能です。 バックギアに入れていただきますと、バックカメラが作動し、安全に駐車を行うことができます。シフトに関しましては6速のマニュアルシフトが採用されております。またシフトノブには、ニスモ GT シフトノブが採用されております。センターにはモニターが装備されており、こちらで車両情報を確認することが可能です。最後に気になる車内の匂いですが、 特におタバコの匂いとお会いいたしません。今回は1999年式日産スカイライン GT-R を紹介させていただきました。こちらのお車に関しましては実走行約6万キロ程度のお車となっております。市場でも数が少なく大変希少なスカイライン GT-R でございます。こちらのお車に関しましては280馬力を発揮するエンジンと 六速のマニュアルシフトにより、スポーツ走行が非常に楽しい一台となっております。また、2020年の4月、当社ファクトリーセンターにて、車検整備済みのお車でございます。お探しの方はぜひともお早めにご検討していただければと思います。よろしくお願いいたします。